更新のセット豆腐持った、予備のガソリンも OK、 除草剤も OK。 おっと、こんな時間、アグリコントロールセンター向かいます。アグリコントロールセンターで高分解テープとマックステープナーの芯を買ってきました。さあ参りましょう。こちらのテープナーを使ってですね、あのように天高く登ってしまった芯をです、止めるのと、あとぶっ倒して誘引するっていうことをやっていきたいと思います。今回はですね、金備1号の方から、はい、やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、こちらのツルはここでテープナーで固定します。ビフォーアフター固定しましたので、この芯は止めてしまいます。はい、こんな感じで、みんなこれはこうですね、ここで止めて、よし、ここで敵芯。はい、あのようなツルはですね、こちらに、あ、パキッとしちゃった、こちらに持ってきてですね、この辺でテープナーでビフォーアフター止めましたので、敵芯しちゃいます。ここ折れちゃいましたね。こちら前回の本場取りで、まあ、取れなかった鳥も出たやつですね。もう邪魔ですね。そうするとすごいいろんなものが中に入れてきますんで、気づいたら取っちゃいましょう。おそらくですね、この金備1号はこうやって定期的にしっかり芯を積んだりとかですね、しないと実がならなくなってしまうと思うんですよ。なので優先的にやっていきたいですね。はい、この手前はひとみちゃんなんですけど、ちょうど金備1号のこっちの目はちょうど終わったところで、芯もテープも切れちゃったんで補充します。次やる雪はアドミラルでしょうね。枝が出てます。でこれからやろうと思ったんですが、もう4時半回ってますので、格屋根行ってですね、ザクサ巻き、除草剤巻きやろうと思います。移動します。2号です。本日は誠にお疲れ様でした。私はですね、まだこちら側除草してですね、霧のいいところまでやったら、今度粘着板をハウスの中に設置して、はい、撤収したいと思いますんで、気をつけてお帰りになってください。最初はピーヨピー、あっち向いて、はい、
エンジン一発やろうと思ったんですが駅がなくなっちゃったんで、今日はこの辺で除草作業はおしまいです。はい、パイプですね。パイプ雑草がすごいですね。ここにも除草剤でも撒いとかないとダメですね。パイプに一時退避です。はい、今日買った分、これ前回丸屋根の残り、これ丸々50残ってましたね。買う必要もなかったんじゃないかってぐらい、格屋根にも今からやっていきたいと思います。はい、こちらキュウリを吊るす用の紐ですね。この紐の名前変わって忘れちゃったんですけど、それをずっと、はい、通していきます。この谷下のところ、今回は各柱に全部一周巻きつけました。そしてこちらで止めてますね。はい、谷下終わったらですね、こちら暖房機西側なんですけど、この辺から結びつけて、ずっと向こうのこちらがですね、はい、通路の中に1本通します。はい、暖房機の北側と南側、これですね、紐今2本つけましたんで、これであの粘着板をもう取り付けていきます。はい、腰に肥料袋を巻きつけてですね、このピタッと取るしはですね、はい、このように紙がくっつきますね。これを1枚1枚取りながら設置になりますので、取った紙をここにすぐ入れるっていう形で、で固定はあの紐にホチキスで、はい、2箇所ぐらいで、1箇所でいいかな、あの止めていきます。谷下はですね、3枚入れて次は2枚みたいな感じで、一応数の制限あります。はい、暖房機とあの南暖房機から北に関してはまた適当にですね、10、20、30枚弱ぐらい、はい、入れましたね、向こうからこっちまで。はい、残り35枚余りましたので、これはですね、余ったのではなくてですね、こちらサイド、本当はなんとなくサイドは入りたくないんですが、虫を呼び込んじゃうような気がして、こちらにもうすでにですね、マイカー線が、はい、こう貼ってあるんです。ここにホチキスで貼れるように。なので半分ずつですね、だから35だから、はい、その半分ずつ両方につけていきます。はい、こちらで最後ですね、2枚1枚2枚1枚みたいな感じで完璧でしたね。で、今までずっと夜作業してきて、その時にガが結構ですね、ヘッドライトに突っ込んできたんで、その辺はまあいずれ餌がないんでお亡くなりになると思うんですが、まあそういう、まあすでにハウスにいる、入ってきちゃってる、あのそういう虫ですね、それがもう定食前に貼ることでくっついてくれますんで、はい、無駄ではないと思ってますんで、はい、ということで撤収したいと思います。はい、角屋根、今日10月9日ですね、3番目、こちら作業完了です。はい、消していくだけですね。次は4番、これですね、全面完成をいよいよ全面開始する11日、はい、予定してます。ゆうちゃん、今日もお疲れさんでしたね。ピヨメシお疲れさんでしたね。今カマトウマいっぱい食ったね、10品くらい食ったかな。うん、そっちにはいないよ、これだよな、そもそも。ピヨさん、ピヨメシはこちらですよ。ピヨさん、ピヨさん、はい、こちらですよ。ほら、はいはいはい、どうぞどうぞ、ピヨさん。興味なし、興味なし、食べたこりゃ、食べたこりゃ。こちらにセッティングしましょう。こちらにいつもこれで足でひっくり返しちゃうんで止めてます。本日もお疲れ様でした。じゃあまた。ピヨちゃん、じゃあまたは。